円満寺公園キャンプ場、これが管理棟。動かす。トイレ。ちょっと消えとって分かりにくい。はい、パーキング。公園の裏手が川になってます。あんまり人は通ってへんねんな、ここ。きれいきれい、サイトの様子、全部で12件しか入れません。なんかの広場。これが炊事棟。こじんまりとしたキャンプ場やな。まあ綺麗な。ただちょっとワンサイトが狭いから、車止めてタープ張ったらテントが張れない。で、車はみんなパーキングに止めると。オートキャンプ場かな。となると、この舗装部分がめっちゃ邪魔やな。茶どころへ。円満寺お茶屋さん。屋上は一周。次はプールの方に行ってみようかな。バンガロー、バンガローでおます。動かす。何これ、家庭菜園みたいなやつ。これ発見。その向かいにウォータースライダー付きのプール。その向こうにバンガローかな。ちょっと待って、ちょっと待って。
更衣室があって、更衣室とトイレ、もうこれがシャワーか。バーベキューと、すーちゃんええ匂いするやろ。水事と、ビーやらね、ついてんねんな。キャンプ場メインじゃないのね。ここは公園なんやな。こっちの方にもバンガローがあるな。結構大きいな。あれはさっきの杉下小屋やな。なんか気になるな。何の池？池？今？さっきのトイレと出なかった更衣室と。直火の跡あり。水車小屋で何してる？あんまり人のはなんか使った気配ないな。見てるだけ。あ、使ってないんや。すー、そんなとこ入ったらお前頭こんなになんぞ。ちょっと待って。まあ緑の生きるとこやな。キャンプ場は向こうの隅やけどな。裏側やね。ここは川遊びができるな。泳げるわ。泳げる。泳げる。